入ってもいいですか？はい、お入りください。失礼します。こんにちは、先生。私は MDC 阿部宮と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。シアプさんは自己紹介簡単に教えてください。はい、はじめまして。私は MDC 阿部宮と申します。バングラデシュ出身です。今20歳です。今の住んでいるライプラに住んでいます。私はここを卒業しました。私の、サンジャパニーステーリングセンターに入って5期を合格しました。私は趣味を、サッカーをすることです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あなたの長所と短所を教えてください。私の長所は忍耐力と新しいことに挑戦する意志の力です。私の短所は、真面目なところです。仕事に真面目なところです。あなたの最後学歴は何ですか？2022年の2月高校を卒業しました。あなたの生年月日を教えてください。2003年3月30日です。年齢はいくつですか？21歳です。21歳ですね。わかりました。あなたの趣味は何でしょうか？サッカーをすることです。サッカーをすることですね。はい、最近サッカーをしましたか？はい、しました。サッカーをしましたね。はい、最近どこでサッカーをしましたか？公園でサッカーをしました。公園でサッカーをしました。いつサッカーをしましたか？金曜日と日曜日です。日曜日サッカーをしましたね。サッカーをしました。あなたはどうして日本に留学したいですか？日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学校の他の国より安いですから、日本で勉強しに行きたいです。勉強しに行きたいですね。はい、わかりました。日本に友達、親戚がいますか？いや、いません。いや、いません。日本はどんな国ですか？アジアの国です。アジアの国です。日本で何が一番綺麗ですか？富士山と桜花です。日本の生活はどうですか？忙しいですが面白いです。日本の食べ物はどうですか？美味しいです。美味しいですね。日本料理食べたことがありますか？いや、ありません。いや、ありません。わかりました。日本のいいところは何ですか？アニメと文化です。アニメと文化。日本の文化の名前について知りますか？はい、知りません。知ります。はい、知りますね。日本の文化の名前を教えてください。盆踊りと卒業式となどですね。わかりました。バングラデシュの食べ物の中でビリヤニです。ビリヤニが好きですね。あなたは料理ができますか？はい、ちょっとできます。ちょっとできますね。特に料理は何でしょうか？牛肉です。牛肉ですね。わかりました。あなたは今何をしていますか？学生です。どこの学生ですか？日本語の学生です。日本についてどう思いますか？日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の首都の名前は東京です。東京は賑やかな町です。富士山は一番高い山です。桜花は綺麗な花です。あなたの国の首都の名前は何ですか？ダッカです。ダッカですね。ダッカはどんな町ですか？賑やかな町です。日本の首都の名前は何ですか？東京です。東京はどんな町ですか？賑やかな町です。賑やかな町ですね。です。あなたは暇な時何をしますか？洗濯や、掃除をしたり、映画を見たり、本を読んだりです。どんな映画を見るのが好きですか？バングラデシュの映画を見たりです。バングラデシュの映画ですね。わかりました。日本に行ったら一番楽しみなことは何ですか？京都へ行くと思っています。宮廷、お寺と神社を見たいです。見たいですね。わかりました。日本に行ったことがありますか？いや、ありません。日本食べ物食べたことがありますか？いや、ありません。いや、ありません。日本のビザ申請したことがありますか？いや、ありません。いや、ありません。あなたの、騎士弁者は誰ですか？母です。母ですね。お母さんは何をしていますか？商売しています。どんな商売をしていますか？デパートで商売しています。デパートの商売をしています。どこで商売をしていますか？ノシュンディのライプラです。ライプラで商売をしています。あなたのお父さんは何をしていますか？
外国で働いています。働いていますね。はい、わかりました。どこの、国で働いていますか？マロシアで働いています。はい、あなたのお父さんはマロシアで何年間ぐらい住んでいますか？3年間住んでいます。はい、わかりました。はい、あなたの面接はここまでです。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。